水島港は岡山県倉敷市にある岡山県管理の港湾。港湾法上の国際拠点港湾、高速法上の特定港に指定されている。当港は瀬戸内海に臨む倉敷市南西部の水島地域から玉島地域にかけ、水島灘の高橋川川口周辺に所在している港湾である。天然の運河である。 瀬戸内海を経て、原材料を大量に輸入することができるなど、臨海工業地帯としても条件に恵まれて、気象条件もよく台風や高潮の災害も少ない。また、100万人を超える都市圏人口とコンビナートを背景に、港湾取扱い貨物量が全国でも上位にランクされ、水島臨海工業地帯を背後に持つ東の水島地区は、 工業校、西の玉島地区は、昇工の顔を持っている。水島臨海鉄道の貨物列車整備され始めたのが、太平洋戦争はじめ五と港の歴史は浅く、戦後川崎製鉄、三菱自動車工業、旭火星など、多くの工場が立地する、日本有数のコンビナートのために、工業校として整備されてきた。立地企業専用の岸壁が多い中、 大型タンカーが接岸できる水深10メートルの西布団1号岸壁を含む3つの公共岸壁があり、水島臨海鉄道による貨物輸送も行われている。玉島ハーバーブリッジから公共岸壁が水島地区よりも多く、人工島の玉島ハーバーアイランドを中心に商工としての整備が進んでいる。水深10メートルの岸壁を含む6つの公共布団。 4機のガントリークレーン、コンテナターミナルなどの港湾設備を備える。旧玉島市街に隣接する地域は、漁船、プレジャーボート等の小型船舶が多数経流されており、江戸時代からの古い街並みも残る。国際コンテナターミナルに、中国、韓国、台湾、ベトナム、タイなどを結ぶ21の定期航路が就航。現在定期航路はない。 港湾合同庁舎の東側から、香川県丸亀市の丸亀港を結ぶ山陽汽船が運航するフェリーがあったが、1988年、瀬戸大橋開通後に廃止された。丸亀協定上の開催日には、無料高速艇が運航される。また、玉島外防布島から、クルーズ船、アスカ2が寄港するなど、時折、チャーター船が入港することはある。国土交通省。 港湾データランキング取扱い貨物通知水島、港湾合同庁舎玉島の森近年、福山港や高松港など、近隣の港と貿易港としての競争が激化する中、岡山空港と連携も含め、アジアを中心に、物流拠点として、港湾機能強化を進めている。現在水島地区に、水島港湾合同庁舎があり、港湾機関が集中しているが、 将来的に国際効果が進む玉島地区に移転する期間が出てくることが予想される。周辺事業として、両地区を結ぶ新たな架橋と山陽自動車道玉島インターチェンジを結ぶ道路の整備が進められている。無線局の水島ポートラジオ現在ある三百山山頂から玉島ハーバーアイランドに建設するタワーに移転させる事業などもある。 全体的に産業校の機能が強く、市民が利用できる施設が、玉島地区にある玉島の森等に限られるなど、一般市民に馴染みの薄いことから、人工海浜や公園等の公共スペースが計画されている。なお、玉島一、e、地区の岸壁や玉島ハーバーブリッジは、地元の釣り人に有名なポイントである。玉島港水島港の元祖といえる水島北西部の蔵島、 西の浦は、江戸時代初期まで高橋川川口と、瀬戸内海水島灘に面した島で、水上輸送の中継地として栄えたが、後の干拓によって、港としての機能は衰えていった。反面、同時代の干拓によって築かれた高橋川を挟んだ、西の玉島港は、備中松山藩や岡山藩に、倉敷大艦諸島が管理する北前船の寄港地として繁栄し、 明治時代後期には、税関、水上警察、公安事務所等が設置されるなど、東の宇野港と共に、岡山県の重要港に位置づけられる。しかし、年々大型化していく船舶に加え、国が戦時体制へと進んでいく時より、水深が浅く湾港が狭い玉島港は、適用できなくなり、次第に外交としての機能を失っていった。逆に、太平洋戦争を始め頃、 航空機工場の建設のため、水島地区に港湾が整備されることになった。未成線に終わった玉島林港鉄道の鉄橋跡整備の進む玉島地区の貨物輸送を目的に、1961年から玉島市によって玉島駅から大島までの玉島林港鉄道約4キロメートルの建設が進められた。しかし、軟弱地盤による費用の増大で工事はたびたび、 中断された。1967年の倉敷市との合併後も、事業は継続されたものの、今後、陸上貨物輸送の中心は、自動車にとって変わられ、鉄道貨物の需要は見込めないなど理由から、結局事業は廃止、未成線に終わった。現在、跡地は、歩道や車道として利用され、赤く錆びた鉄橋も残っている。区画整理された新倉敷駅前を除き、 予定路線全体の面影があり、かなりの部分まで整備が進んでいたものと思われる。1974年12月18日、三菱石油水島製油所で、石油タンクに割れが発生し重油が流出する事故が発生した。重油は排水口を経て拡散し、オイルフェンスの設置作業の難航もあって、流出量が8万キロリットルに及んだ。 潮の流れに乗った重油は、東の鳴門海峡に達し、瀬戸内海の3分の1が汚染される、大事故となった。水島地区南東部広域の少し西側に、北から南東方に順に、伊沢路の内島、西の内島、太市の内島及び上、農地島の4つの小さな無人島からなる、農地諸島がある。いずれの島にも、投票などは設置されていない。ありがとうございます。